誕生日のお祝いの席でのニール、アレクサンダー・サザーランド・ニールは、イギリスの新教育運動の教育家。エディンバラ大学に学び、1912年、修士号を取得。1914年、スコットランドのグレトナ・グリーンスクールの校長になる。ドイツの改革教育運動の影響を強く受け、1921年、ドイツ・ドレスデン郊外のヘレナウで、新しい学校を創立。 この学校は後に彼の妻になるノイシュタッターと共にオーストリアに移り、その後1923年のイングランドのライムレギスに移り、そこで本格的に教育活動が始まる。サマーヒルスクールという名でこの学校は世界で一番自由な学校として知られている。ニールの子供を学校に合わすのではなく、学校を子供に合わせるという言葉は有名。彼の著作集は 法薬がある。法薬者の堀新一郎も大阪市立大学の教授のポストを捨てて、自ら木の国子供の村小学校を創立している。1883年10月17日、スコットランドのフォーファーでジョージニールと妻、メアリーの子供として生まれる。家族には13人の子が生まれたが、1人は死産。 4人は幼くして亡くなり、生き残ったのは8人だった。彼は厳格なカルバン派の信仰の中で育てられたが、大人になってからは、その信仰を捨てている。父親は、キングスミアの小学校の校長で母親も、結婚前は教師だった。ニールは、子供の幸福こそ、子供のしつけや、養育の中で最も重要なものとみなされるべきであり、この幸福への最も主要な器用は、 子供にその個人的な自由を最大限認めてやることだと考えていた。これは当時としてはかなり議論の余地のあるところで、彼の見解はあまりにラディカルで包括的すぎるとして一般にはほとんど賛同を得られるものではなかった。彼は児童期のおけるこうした自由の感覚を奪い取ったり、抑圧された子供の徹底した不幸せ感が全てとまでは言わないものの、 成人の大多数の心理的な不調の原因とになっていると考えた。ニールはそこでサマーヒルスクールには子供が授業に出るように一切教養することをしないという原則を設けた。加えてこの学校は民主的ですべての物事は生徒、教師の全員参加の会議で決められ、生徒も教師と同様の一票の権利を与えられている。 多くの人は、この学校が、これまで成功してきたことは、子供に、試練や、厳しい生き残りのチャンス、残忍さ、暴政、そして混乱を経験するための処方として、自由を与えるというウィリアム・ゴールディングの、ハエの王のやり方を断固として排除してきたからだ、と考えている。ニールの信念を持った彼のサマーヒルでの経験が、教えてくれるのは、個人の自由から生まれる自己への信頼は、 学業成績の遅れや自己中心性、わがままをもたらすというどころか、学習への動機づけや授業への出席率が多くの場合、権威的な教育の場合の子どもたちの場合と悪くても同じくらいの高さになったということである。サマーヒルの生徒たちの他の生徒や大人たちへの態度は、現実にはかなり大人びていて、個人個人の責任をよく自覚しているように見受けられる。 彼らの権威に対する態度は素朴に度外視しているというほどではないが敬意を表しているというよりはやや懐疑的である。こうした傾向は多分サマーヒルが受け入れている子供たちがしばしば問題をはらんだ背景を持った子供たちが多いということも考慮に入れなくてはならないだろう。例えば両親の不仲とかネグレクトとかそれが元で 心の中に殺伐としたものを抱えていたりするといった事情である。彼は多くの知識人、思想家などと交友を結び、その中にはヘンリー・ミラーやビルヘルム・ライヒ、彼の学校を真似て自らもミニスクールを創立したバートランド・ラッセルも含まれる。ありがとうございます。